ちなみにこっちのチョロヒコくんは羽化直前ですよ。ほら、視画がすごい発達してめくり上がってさ、色までついてるよね。ほら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 、これはね、今日明日中に羽化するんじゃないかな。これがチョロヒコくん。最初はこの王将の上に乗って生活してたんだよ。こっちも楽しみだね。おはようございます。85日目、一匹羽化しましたね。さっきちょっと体を固めてたから撮影は自重したんだけどさ、ほらほら、今ちょっと水あげた。ほら、綺麗に羽化してますね。昨日、いや違うな、これはもうだいぶ前に干からびちゃったコオロギで、3日前に与えたコオロギは全然食べてない。なもんで今日あたりが山かなと思ってたんだよね。朝見たら羽化してました。ちょっと体が固まるまで邪魔しないでおいたんだけど、朝見た時にはね、もうすでに後ろ足も脱げ出して、脱皮の殻、これもね、地面に落ちてましたね。この状態になってました。それから全然姿勢は変わってない。ちょっとね、挨拶しよう。はい、そろそろ動けるはず。で、大丈夫だね。来た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 。はい、85日目、羽化しました。去年はね、74、5日だったんだけどね、今年はちょっと涼しい時期もあって日数はもうちょっとかかりましたね。去年は生まれたのが遅くて、羽化したのがお盆の時、8月15日かな。うん、それよりは早い。でも日数はかかってますね。うん、性別はわかるでしょ、これね。性別はオスですよ。お尻見せて。ほらほらほら。ね。オスでしょ。羽も大きいよね。体も細い。キリヒコくんとともちゃんの子供なんだけど、目はね、ほら、緑型ですね。体は褐色で目は緑型。な。両親には全然似てない緑の目になっちゃったけど、うん、正真正銘のキリヒコくんのジュニアです。かわいい名前な。もうとにかく動き回ってますね。体は全部が綺麗に、悪いとこはないですね。かわいい名前な。あとね、チョロヒコくんも全然食欲がないかな。チョロヒコくんも羽化の直前だと思います。これはね、幼虫の時からずーっと家の中で育った。コンビニのコーヒーのカップの中で育ったんだよ。名前はロイヤルくん。ロイヤルくんな。六角も随分長いね。今回は短いけど、以上です。